はい、こんにちは、すくうきわかめと申します。それではヴァンガード X ですね、続きをやっていきたいと思います。前回いぶきくんリンクジョーカーになんとか勝つことができまして、今回はなんかメインのシナリオですかね、とりあえずここをやっていきたいと思います。しおりさん、あ、深刻な曲、暗い、ナユタ、シギ、なぜファイターたちのヴァンガードを奪うような真似を。ヴァンガードはもっと楽しいものなのよ、 AI にはそれが分かんないんだよ。以前にも言ったでしょ。え、誰、あ、悪い顔してる、絶対的な存在になるためです。そんな、だからってそれ以上の詮索は無用です。アイゼン兄弟、あなたたちは特にね。はあ、え、どういう意味言葉の通り、知らない方が幸せということです。は納得の言っていない顔です。ナユタ、僕たちは絶対的存在、またそれか、いいでしょう、今の僕たちは絶対的なヴァンガードファイターです。やりましょう、僕たちとファイトしてくれれば特別に全てをあなただけに教えてありますよ。これ罠だよ多分。はどうでしょう、いかがです、私のヴァンガード。やっちゃダメだしゆりちゃん、いいわ、ただし負けるつもりはないからね、積み込みだぞやつら真実を知った時、君は今と同じ思いを抱き続けていられるかファイトがとても楽しみです。悪い奴らだな、ほんと負けるぞ。メタトロンでヴァンガードにアタック、メタトロンノーガード、あ、メタトロンってあれか、あのエンジェルフェザーの、やりますね、与えてんじゃんダメージ、すごいですね、さすが指導いずるとアイゼン・ソーマと一緒にいるだけはある。僕たちは倒せませんよ、しかしあなたでは絶対に僕たちには勝てません。はええ、だって私たちは積み込んでるもんね。そんな、何でしょう、また納得のいっていない顔です。ナユタいいえ、これは後悔というのですよシリ負けた、あ、負けましたね、僕たちの勝ちですね。では奪われるぞ、そんな風に奪ってたの、しおりちゃん、言わんこっちゃないですね。なんだと、しおり、しおり、しおり、どうした、返事しろ、闇のゲームか。あ、オーラが、今までに例のないギフトを獲得、何でしょう、どういうことでしょう、分析を推奨、そうですね、そうですね、ではアイゼン・ソーマ、また会いましょう、あ、そうそう、ついでにあなたにも教えてありましょう、私たちとあなたたちの関係を。え、あ、 VS ついてない、これソーマと戦うの、まあ進めていきましょう。じゃあ指導か、よっソーマ、え、え、ソーマ、しおりさんどうしたんだよ、うん、おい、こら、どうしたんだよ、昨日ナユタとシギがここに来た、あ、でまた見せられんのか、しおりは負けた、ヴァンガードで得たものを全て剥奪されてしまったようだ、でなんで気を失ってしまう、え、どういうこと、愛知くんとか奪われたけど、マジかよ、ちょっとおかしくなってただけで、ふざけんな、お前がいながらなんでそんなになってんだよ、おい、俺がただ黙っているだけの無様な男に見えるかあいつらを倒し、何もかもを奪い返してきてやる、ここで待ってろ、あの二人を倒すのは俺だ、俺が倒すんだよ、だからお前はしおりさんのそばにいろ、やっぱラスボスだな、待て待て、あ、あの二人は俺が倒す、なんでそうなる、こればかりは誰にも譲れん、覚悟しな、で戦うことになるのか、
ファイトに勝った方がナユタとシリをぶっ倒す。それで文句はね、一緒に行けよ。どうせ俺が勝つ。いいか、あいつらは俺がファイトしたことが原因であんな風になっちまったんだ。あいつらもカードファイト部門、自分の手で決着をつける。やろうぜ。行くぜ、ソーマ。行くぞ。来い。お前に俺が倒せるか。でも彼そんな強くなかったと思うんだよな。ダークイレギュラーズですよね。ダークイレギュラーズでしょ。どうしようかな。何で戦おう。オラクルでいいかな。カンガーでどんどん。はい。アイコですね。負けましたね。オッケー、久しぶりのファイトだからな、ソーマくん。とりあえず戻すのはこの辺でいいかな。ただグレードさんがいないってのも怖いんで、地味には今いいや。はい。あ、いいですね。はい。あとは三日月がしてくれれば。はあ。あのドロドロか。はい。まあ彼女になって先にデッキトップを確認。あ、三日月いますね。じゃあ三日月をもらおう。てかまあ攻撃できるからどっちももらえるっちゃもらえるんですけどね。で2体で殴るか。もうこれ順番変えてもしょう。あ、そうか、でももう1枚見れんのか。どうでもよかった。もうどっちでもいいよ。はい。でトリガーないし2体で行こう。はい、殴ります。ノーガード。ノーガードね。はい。でトリガーは引かないね。なんかヤバそうなやつがいったな。はい。ノーガード。じゃあ2点食らってもらいましょう。ヒールやめてくれ。ヒールトリガーマジでトラウマだから。ちょっとターンエンドだ。はい。俺のターン。ドロー。ライド。さっき飛んでったやつだな。あ、手札に、あ、山札の下に戻すの。はあ。あ、でソウルチャージすごいしてる。ワンちゃんですね。すごいソウルチャージしてる。ハリエですね。はあ、またソウルチャージしてる。ヴァンガードに当たる。え、サモンドロー、何これ。あ、ドロートリガーを引きやすくなるの。いいよ、じゃあ受けます。ドライブチェック。ドロートリガーだったら全然。あ、まあカンガーか。カンガーを引きやすくなるのは厄介っていうか、みんななんかギフト使ってくる。ダメージチェック。やばいぞ。ヴァンガードにアタック。食らいます。ノーガード。まあ2点でね、痛み分けと行きましょう。じゃあダメージチェック。はい。あ、カンガーが行ってしまった。ターンエンド。サンドアンド。どうしようかな。まあ半月になって、でここで半月出したくないんだよな今。このウサちゃんの効果で三日月とか入れられるから、あえてこっちに出してトップ確認。こうですね、もうね。はい。でじゃあヴァンガードからいきます。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ノーガードね。ドライブチェック。じゃあ2点食らってもらいましょう。はい。でパワーは後続に。はい。ダメージチェック。トリガー来る。ダメージチェック。ドロートリガー飛んでくんねえかな。まあただまだ打点的にはいけるから、手札を使わせよう。はい。ガード。ガードね。でうち1枚がカンガーですからね。俺のターン。さあ次で満月になりの、プロテクト。うん。シル発動。あ、またソウルチャージしてんな。あ、で手札に戻すの。ポール。はあ。シル発動。何やってんの。何やってんのか全然わかんないんだよな、ダークイレギュラーズ。シル発動。はあ。
あ、退却させられた。これまあ食らっちゃっていいんじゃないかな。はい、ドライブチェック。はい、ドロドロですね。ドライブチェック。はい、ヒールトリガー。ヒールか、ヒールか。まあいいや、クリティカルじゃないなら。3対3で、あ、え、何やってんの。ダメージチェック。打点がさらに上がったのか。ヴァンガードにアタック。え、どうしようかな、これ止めたくない。ノーガード。4点になっちゃうけど、いいや。ダメージチェック。はい、アマテラスか。ターン限定。俺のターン。この5枚でどうなるかだな。スキル発動。この中に満月がいるかいないか。あ、いますね。オッケー。で、これはまあどうでもいい。多分その前に決着ついちゃう今回。で、1枚は満月を捨てて、はい、で、カンガーをいただき、で、もう1枚の満月をここに。で、ウサちゃん、これ手札からなんでしたっけ。手札を1枚ソウルに置くことでだからしょうがないな。この2枚でいきましょう。じゃあ殴ります。ガードしてくんね。はい、でブラマジガールが来て、クリティカルか。まあもうこっちだな全部。はい、で次カンガーやられるかな。もう2点確定してるし。でウサちゃん効果で、はい、でコンで2枚。あ、で次サイライドすれば3枚になるからフルでいけますね。アンガードにアタック。はい、ノーガード。あ、ノーガードなの。ダメージチェック。はい、カンガーがまだ手札にある状態なんだけど。あ、でもいいや、カンガーが飛んだな。はい、ただこっちも4点だからな。ドロー。止めきれるかな。イマジナリーギフト、プロテクト。はあ、シル発動。はい、でまたソウルチャージ、でまた手札に戻して出てくる。シル発動。何やってんのマジで。バンガードにシル発動。でまたパワーアップすんじゃないのこれ。ああ、やべ、え、どうしよう。スタンドはしないし、4万2000じゃ意味ないんだよな。え、どうしようかな。これで後続に振らせて、後続でカンガー、これでいきましょう。はい、トリガーが来なきゃまあいい話なんですけど。あ、来ないね。ただどうすっかなこれ。ヴァンガードにアタック。であればこれ食らっちゃってもいいんだよな。これ食らいましょう。もうノーガード。はい、で5点。ダメージチェック。はい、ヒールトリガーだよなかなか噛み合ってくれないですね。はい、でこれで再ライド。の切り札。はい、ライド。これで、ね、つくよみ3枚になったから、プロテクト。で一応後ろに。はい、でもうここで決めないといけないんだよな。だからその前に一回効果を使いましょう。でコストで捨てんのはもうしょうがないけど、ジンジャーさん。はい、俺のヴァンガード。で3枚いるから3枚を選択。トリガーばっかで山札を上に置く対象って言ってもさ、もうコストこうするしかない。はい、で下に置く順番はもうこれでいいや。はい、どうしようジェミニー出すか。
でまあ殴っていくしかないんですけど、どうしようかな。ヴァンガードにアタック。カンガーが1枚あるでしょ。クリティカルフィニッシュってさ、もう約束されて1枚しかないんだって。スキル発動。カンガーだよね。そうだよね。ドライブチェック。はい。あえてでもジェミニに乗せないとダメなんだよな。でもクリティカルだけこっちでパワーをジェミニに乗せるっていうのもありですよね。今で一応ヴァンガードにも届くようになったから、はい、で、あ、今これはもういいかな。でこっちで殴ってガードしてくるね。やばいね、やばいね。でこっちで殴る、ガードね。まずいぞ。相手も手札1枚だけど、しのげっかな。カンガーがとりあえず2、あ、3枚あんのか。全部カンガーでもいいな、もう。ハゲですね。はい。で、ドロドロ。はい。山札の下に戻した。で、ソウルチャージ。はい。リアガード。いいよ。これはいいです。はい。残り全部止めるぞ、本気で。はあ、やべえ、また退却させられた。これはもう完全ガードしましょう。はい。でアマテラス捨てるわけにはいかないから、これでドライブチェック。はい、ドロートリガー。いや、ドロートリガーだよ。カンガーがまた手札に加わったのか。まあヒールじゃないだけよかったと思う。はい、やべえ、どうする。ヴァンガードにアタック。ヴァンガードにアタック。カンガー取っときたいな。だったらこの2枚で止めましょう。ガード。はい。で向こう手札4枚、デッキ切れで負けてくんないかな。はい。でまたクリティカルだよ。とりあえずライドはしません。でアマテラスをコール。はい。でつく読みの効果コストで捨てんのはもうこれしかないね。はい、頼む、なんか出せるやつ。3枚、出せるやつ来て。あ、どうしよう。山札の、あ、え、どうしようかな。あ、上に置く対象はこの2枚しかダメか。これでいきましょう。はい。で下に置くのは下から順にだから、これで、はい。で次何出すかな。マカロン出しとくか。ただ打点的にはもう全然アマテラス出しちゃった方がいいんですよね。これでじゃあ殴っていきましょうとりあえずね。はい、2枚クリティカル来るから全部振る。はい、5万ね、すごいね。はい、でこうセカンドチェック。あ、クリティカルじゃないのかやば。まあこっちでいいや。はい、で、はい、これは使わないね。んで、まあこのクリティカルの方、これで完全ガードを使わせよう。はい、完全ガード。で問題は次だな。インターセプトで1万7000でしょ。多分足んないと思うんだよな。ノーガード。どう、ヒールじゃなければ。ダメージチェック。ドロートリガー。あぶねえ。よっしゃ、なんとか勝ちましたね。俺の勝ちだぜ。じゃあナユタシギと戦うのは僕っていうことで、全部救ってみせるよ。いいね、ポイントがどんどん溜まってきた。当然だ、俺の勝ちだ。なんだと
とんでもねえ気迫だったが一瞬迷ったな。あ？ファイトに迷いがあるやつが俺に勝てるはずがねえだろ。青は青よりいでてか。何言ってんだ。は？あの兄弟は俺たち兄弟なんだ。え？え？どういうこと？なるほど。やはりそうでしたかって、シンさん。店長なんでここに？うん。あの二人、いや元はただのプログラムであるはずの AI が心を持ってしまったことが気になって調べてみたんです。あ、それで出かけてたんだこの間。は？じゃああの時の調べ物って。そうですね。ええ、そうです。あの AI の開発責任者の名はアイゼン・ジューシー。お父さんってこと？はあ、相馬くんとしゆりさん二人のお父さんです。マジかよ。じゃあ相馬が言っていることは。そうですね。あの AI のベースはこの二人であることに間違いはありません。はあ、なるほど。あ、過去バナーですかね。父は俺たちに強くなってほしいという願いを込めて死んでしまった。おそらくナユタとシリ、あの AI は純粋にその思いを今も受け続けている。絶対的な存在というのも強くなるということがプログラム上で間違ってしまった方向に働いた結果だろう。はあ、あ、過去花じゃない。ちょっと待てよ。ん？ソーマはさておき、しゆりさんはあんな奴らとは似ても似つかねえじゃねえか。ヴァンガードがしゆりを変えた。え？ヴァンガードが？いつも家にいなかった父は幼い俺たちにヴァンガードをくれた。寂しい思いをしないようにヴァンガードが俺たちをつなげると。はあ、その通りだった。たくさんの人たちとファイトしてつながりが増えていって、しゆりは明るくなっていった。その全てをあいつらが奪った。はあ、なるほど。なるほどな。今のあの AI は強いという言葉を間違えてしまった悲しい存在というわけですね。どうだ。だから AI を止めるのは指導、お前じゃない。理由は分かったけど、でも一応ファイトで決まったことだし、俺、いや俺たち兄弟の役目なんだ。それがどうした。何？ファイトに勝ったのは俺。そうなんだよね、俺がやる。おい指導、さっきも言ったろ、俺があいつらとファイトしちまったことが原因なんだ。だったらあいつらを止めるのは俺のけじめだ。それがあいつらの先導者になっちまった俺の責任なんだよ。すっかりヴァンガードファイターだな、イズル君。どうでしょう。ここはシド君に任せましょう、相馬君。どう？頼むぞ、シド。あ、お、たくましくなったね。どうした？あ、誰が戦うとかくだらないですね。あ、相馬から真実を聞いたようですね。ですがもう全てが手遅れです。シド、イズル、今となっては懐かしい名です。僕たちは絶対的存在。またそれか。ヴァンガードを手にした僕たちはあなたたちを超えた絶対者。それだけが真実なのです。おい、こら、てめえらもう一度俺とファイトしやがれ。やりましょう。予定とは違いますがいいでしょう。では早速一回セーブを。いや、勝負は明日ヴァンガードスタジアムでだ。おお、シドウ君。理解不能です。人間というのはつくづく理解に苦しむ生き物ですね。理解不能です。なぜ場所にこだわるのでしょう。理解不能です。てめえらには分かんねえだろうな。おい、こら、そんなもん理屈じゃねえんだよ。そうですね。いいでしょう。さようなら。楽しみにしています。では、何で戦うべきなんだろう。待ってやがれ。俺の力を見せてやるぜ。今度は絶対負けねえからな。カードゲットしたけどさ、じゃあスタジアムにいんのかな。あれ、いないですね。ん？あ、メインにこれ愛知くんだな。
オッケー、じゃあとりあえず真相も分かったところで今回このぐらいにして、次回ですねまたこの続きをやっていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。